ひでこちゃん。きっと、サクラソウが連れてきてくれた。思い出した。俺はね、逃げてたんだ。本当のことを知るのが怖くて。でも、コウに怒られた。ふざけんじゃねえって。お前の役目だろって。うん。あいつはいつも、俺のヒーローだった。俺の、兄貴なんだ。俺はね、それに甘えてた。本当は、臆病なだけだったのに、我慢しなきゃいけないって、幸せになっちゃいけないって、人のせいにして、そうやって逃げてきた。入学式の前の日、お前とまたこの教会で出会ってから、いつも、俺のそばでお前が教えてくれてたのに、幸せでいいって、いつも笑ってればいいって。ひでこちゃん、もう逃げるのはやめだ。誰のせいにもしない。あの頃から今でも心に思い描くのは、いつもお前だから。お前のことが、好きなんだ。ありがとう。そうだ。これ。桜草が教えてくれた。俺が帰るところ。お前だ。きっと連れて行ってくれる。二人が一緒にいられる場所に。キス、していい？欲しいから。こんなに好きなんだ。ずっと一緒にいよう。